かっこいいね。あやかぜ成長虹色動画、今日は水色草、地球と遊ぼう親子の野外ごはん。やほー、いやー決まってますね、レモンちゃん。かっこいいかっこいい、それはかっこいい。はい、野外ごはん、さあ本日大分ぶりですよ。なかなか忙しくて野外ごはん、こう優雅にね、キャンプ、おー、野外活動できておりませんが、いよいよやっと来れました。はい、本日のメニューを教えてください。今日は野外カレー。野外カレー、カレーですね。もう野外ご飯といえば定番のカレー作りということで、前回の動画でタープね、貼りまして、はい、ディリリ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 ー、はい、あそこで、カレーを美味しく食べるのを本日の目標としております。あそこで作るんちゃう？あそこはちょっとな、屋根が燃えたらあかんから、この辺で作って、これ食べましょう。もう一応ルーは市販のルーね。で、材料何買ってんやったっけ？人参、玉ねぎ、うん、お肉は、ママに任せてるから、何肉はシークレット。ああ、肉が、なんかね、噂によると2種類の肉を混ぜるって言ってましたね。もうね、僕知ってるから言っちゃいましょう。あ、まあ後で聞く、後で。うん、ほんで、野菜が、なんか1個抜くって言ってたな。あ、じゃがいも。じゃがいもはちょっといろいろな事情でないか。じゃがいも、レモンちゃん好きやけど、そのじゃがいもの代わりにナスビ入れるって言ってた。ああ言ってたよ、ね。まあ、うちのね、冷蔵庫の関係だってね、そういう風な具材でいきたいと思います。で、これで、今回はアマナちゃんいませんので、3人で、まあ3人というか、もうママとレモンちゃん2人でカレー作りして、ママの今年の虹色動画の一番やりたいことはこのカレー作りですから。そう、うん、新年の動画で言ってはったから。そう、そうやね。あと、ピアノのね、レモンちゃんの歌をがやりたいって言ってたから、今回カレー作り、この二人でやりますけども、お姉ちゃん陸上部で忙しい、学校で忙しいけども、お姉ちゃんもまた行ける日交えて、またカレー作りね、いろんなカレー、レパートリー山ほどありますから、タカちゃんカレー大好きやから、そして今日は父の日やから、美味しいカレー。そうだ？そうやで、今日父の日やで。そうなんや。忘れてた？うん。忘れてた？知らんよ。マッサージ券くれへんの？母の日も知らんかったし。まあまあね、いいよ、いいよ、こうやって。レモン知らん。ね。いいね、そんな知らなくてもいいですよ。僕はね、こうやって、父の日に娘と楽しく野外活動ができることが、すでにもう最高のプレゼントでございますから、美味しいカレーお願いしますね。はーい。はーい。それではカレー作り、レッツゴー！ゴー！はい、みちこ様も登場でございまして、今から材料、物品の確認していきましょう。はい、この準備に関しては、もう準備の達人、みちこ様が、すべて、整えてくれております。うん、さあ、レモンちゃんが、お肉2種類、買ってるのを、ママにお任せやから、その2種類がどんな肉かを楽しみにしておられました。あ、知ってんの。でも、豚肉と鶏肉に、こっそり聞いた。でも、その種類もあるからね。難しいことを聞いた。もも肉、胸肉とか、なんか、ベーコンやてら、バラ肉、ももとか、あるもんね。うん。さあ、どんな肉でしょうか。その他の具材も紹介していってください。はい、どう、開けましょう。そのクーラーボックスを。クーラーボックス。ドン。あれ、パンもある。なんか、いろいろあるそうですね。これはもうカレーパンみたいな。あ、最後そうか。ルーが余ったらカレーパンに。カレーをのけて、むっちゃいいや、むっちゃいいや。飲み物、あ、それはね、食後に飲みたいなと思って買ったやつね。さあ、ね、それではカレーに関するものを順番に紹介していってください。ドン、何でだ。お肉。これはバラ肉の塊。うん、豚バラ、わかんない。でも豚肉やね。うん、いいやん。2種類入ってる。油もついてる。脂身多いから美味しいね。はい、続いて。赤いよ。赤とね、白い油と。はい、続いて。どんどん行きましょう。で、次が、もも肉。鶏のもも肉、たかちゃん好き。これね。これを、なんか、みちこ様、一手間かけるんですね。うん。カリカリに。うん。スキレット？うん。去年スキレット買って、全然使ってへんから、それ使う。でもスキレット家で使ってんだよ。家で使ってんの？ウインナーとかそれでやってる。超美味しい。あ、鉄板の鉄の味がなんか入ってね。卵焼きとか
うん、あー、あ、そうそう、そういうのめっちゃ美味しい。もう毎日キャンプやんか。そして次どんどん行こう、どんどん行こう。この後カレー作りで時間かかりますからね。カレールーゴールデンカレー行ったね。いいですね、中辛。いや中辛いいね。35種類のスパイスです。美味しそう。もう絶対この日本のカレールー最高にうまいからね。絶対美味しくできる。トマト、これはみちこさんのご実家から。うん、昨日もらったから。やったー、滋賀県の一之辺のね、森農園ですか。うん、きゅ、妖怪地きゅうり。妖怪地きゅうり、ぜひとも皆さんね、ネット販売もしてるんですか。ネット販売はしてないんじゃないですかね。まあでも妖怪地きゅうりね、市場に下ろしてるんです。うん、うん、お米、あ、これは、七分好き健康意識のね、僕たちも健康意識がここのとこすごく高くなっておりますから、七分好きのお米でございます。野菜系。お米もということは飯ごかなんかで炊くの。うん、あれ何やったっけ。メッシ。あー、去年買ったやん。そうや、あーね、ほんまにこれね。あー、ナスビね。うん、やった、夏野菜。野菜三兄弟。ナスビ三兄弟。ねえ、トマトからナスビ。もう夏野菜4パレードね。あー、お米先やるんちゃうかった。ん？お米を先にさ、紹介するんちゃうかった。あ、順番があってんや、いろいろ。こんなの入ってた。ん？ピーマン。いいね。夏野菜カレーやね。おお、双子ね。双子来ましたね。三兄弟の次は双子。次は人参の一個。人参の一個ね。でも大きな一人子ですね。お、なんかまだありますよ。これなかったら。か、これないと始まりませんね。ちょっとこれ、皮がポロポロ落ちそう。うん。だからこのまま。なんかこの玉ねぎの皮、この前俺勉強したら、ケセルチンやったかな。なんか抗酸化作用とか、いろいろ血圧下げる効果あるんですって。だから多少玉ねぎの皮入っても大丈夫ですよ。そして、これで大体カレーいけますね。いけるよね。うん、あと、あれ、ここ水道ないぞ。水は水ペットボトルで持ってきた。さすが準備万端。こんな、俺気づかへんって。でも今日の朝になるまで、うん、お玉入れんの忘れてて。気づいた？朝に気づいた。セーフ。お玉ないとこれやばいもんね、カレーよそへんし。あ、これが、これも去年買ったタフマルね。はい、うん、カレー岩谷の。これはもうすごい便利。このカセット、うん、ガスも、うん、昨日の、うん、夜に気づいた。セーフ。あの、これほんまに思うけど、キャンプやる人ってゆとりとね、ゆとりとお金と時間も全てがないと、逆にこれキャンプなんかインスタとかで上げてる人いるでしょ。これできひんよな、うん、普通の庶民には。そう、まあ、だからあの僕たちはもうなんていうか、手軽に楽しくっていうのをメインテーマで、はい、ね、なんかそういう意味ではタフマルいいですもんね。そう、便利。で、いや俺ご飯なんかあのレンジでチンするとか、なんかもう即席ご飯買ってくのかと思ったら、これ炊くっていうのがもう俺すごいなと思いますよ。え、いけますか。レベルとやったらどうやって温めるの。確かにね。お湯か、あのそのままなんかこの日光に置いといて温めると。まあ、あのちゃんと炊きましょうね。それでは、次具材切っていきますか。はい、はい、どんどんいっちゃいましょう。レッツゴー。それではまずナスビから切っていきましょう。さあ、いけるかな、レモンちゃん。ね、豪快にいっちゃいましょう。ちょっとね、うん、猫の手じゃない。あ、猫の手いいですね、猫の手ね。やりにく、うん、抑えられへん。あ、いいですね。豪快に切っていってください。もうゴロゴロ具材大きくいきますか。はい、それではナスビカッティングタイム入ります。できた頃また来ますね。はい、ナスビ三兄弟の3本目いっております。豪快に、お、いいですね。もうこのゴロゴロ感いいですね。うっ、さあ横にダン。さあ、レモンちゃん切ってくれました。いや、ナスビたっぷりで、これいいスタートですね。ナスビナイスカッティング。この後何切りますか、レモンちゃん。何にしよう。これ玉ねぎ置いてますよ。玉ねぎ
玉ねぎいっちゃいますか、この後ね。あ、メガネ、でもサングラスしてる。うん。あ、そうかそうか。そういう意味ではね、レモンちゃんのサングラス今日は役立ちますね。美智子様、うん、このキャンプね、はい、お金持ちとか優雅とかゆとりがないとできないと言ってましたけど、この子育てにおいて経験体験ってすごく大事と俺勉強したんですよ。運動神経とか脳の発達においてこれむっちゃいいやん、これ、うん、これレモンちゃんまた成長するよ、これ。ここの上でもいたことない。もう夢中でもうキーパパの声も耳に入ってないですけども、絶対成長しますね。さあ、これレモンちゃん、今回はもうやり方は全部レモンちゃんの思うようにやってもらいますので。マジ？うん。お、そっから皮をめくっていくんですね。あのタカちゃんの健康のためにケセラチンやったかな、その茶色の皮の部分も栄養あるみたいなんで、ちょっと確かに嫌やけどね。玉ねぎをむくレモンちゃんの隣でママが、はい、これメスティンやね、これメスティン。メスティンで、はい、ここに1号じゃ足りひんかなと思って、うん、でも2号じゃ、うん、溢れそうかなと思って。そうかそうか。だから 1.5。 いや、バッチリちゃう、バッチリちゃう。うん。しかもね、僕たちミドルエイジにとって糖質控えめなので、ご飯少なめで、あ、パン凍てるか、パンの方が、パンの方が直でね、血糖値上がりますけども、まあまあいいよいいよね、いっぱい食べましょう。で、これに水を、それ何やったっけ、そのカップみたいな、これ何やった、シェラカップ、シェラカップか。もう忘れるな。まあ、これはもう米なんか洗わなくていいですよね。これ無洗米なんでいいや。あ、無洗米、もう準備万端やね。これ水を浸して、少し浸しておくとお米がふっくらになるのって言うよ ね。で、なんか米と水のなんていうの、水面の深さ、第一関節とかでいいのかな。ああ、なんかもしその測る、確かにね。まあ大体大体ちょっとあの1センチぐらい水が上に来てたら炊けるでしょ、うん、ね。はい、レモンちゃんどうだ。あれ、レモンちゃん進んでおりません、玉ねぎが。タカちゃんからのワンポイントアドバイス、そっち側からです。そっちからも剥きやすいですよ、きっと。ほらほらほら、でもここで苦戦してる。ああ、そこか。でもこっちでやっちゃえば別にいけるの。いけるいける、ベロッといこう、ベロッと。ほら、いったここまで向いちゃったけど、僕にやる。ほらほらほら、これ気持ちいいね、これ気持ちいい。こっからベロッと、ほら、どう、気持ちいいでしょ、うん、はい、玉ねぎ2個目に入りました。さあ、覚えたやろ、一気にいきましょう。せーの、ビロンと。あれ全然ビロンじゃなかった。ビロンと、ビロンと。ほらほら、きれいきれいきれい。え、これもあの、美智子様の実家の新玉でもらいました。すごい、そりゃこれ美味しそうなわけやから、きれい。はい、そしたらレモンちゃん、あとカッティングの時にまたお邪魔しますね、うん、はい、さあ、玉ねぎのカットです。ママがね、まず2本目してくれます。横にパサッといって、はい、こうやってこうやって、あ、これで滑らないですね。そう、昔そうや、美智子様、あれかぼちゃ切ってむっちゃ手切ってあって、親指な、親指、あれ危なかったわ、怖い怖い。だからちょっとね、こういう滑りやすい野菜とか結構油断したらきね、危ないですよね。そうや、うん。あ、ちゃんとそこのね、ヘタのところは今回はママが取ってくれます。そしてレモンちゃんがカットします。おいよ、はい、さあ行きましょう。形はレモンちゃんの自由に、さあ、行っちゃってください。どう切る？すぐとろけちゃうやつだから、うん、あ、そうやね、新玉やから。うまい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 、うん、こんな感じ？こんな感じよ。よくわからん、なんか、そのよくわからないレモンちゃんのために、もう一個の方は、ママに切ってもらって、切り方の一つのお手本を学びますか。頑張ってますね。それではね、ママが何、これ短冊切りっていうの？え、分からん、なんていうの、なんかこうね、おーこうこう、そうそうそう、よくカレーに入ってる切り方ね。串切りじゃない、串切りか、串切りや。これでちょっとレモンちゃん難しいけど、これね、よく通常のカレーこの形で入ってますもんね、うん、うんうん、まあ自由ですけどね。すぐばらけちゃう、うん。さあ、玉ねぎが完成いたしました。お次はピーマンいった、ピーマン、ピーマンの種がバーン弾けましたか。いい、
野外ご飯の醍醐味ですよね。どうしたどうしたどうした、なんかついてた。え、この中切ったらこれちっちゃいピーマン出てきた。これこうやって、え、ちょっと破れてたけど、え、すごいやん、ちっちゃいピーマン、ちっちゃいピーマンやん、これなんか出てる。やった、え、コピーマン、コピーマン、いいやん、これも入れよう。え、入れんの、うん、やばっ。あ、続いて人参だ。あー、硬い、硬いな、人参気をつけ、人参表面くるっと滑りやすいし硬いし、手気をつけてくださいね。そしてピーマンも完成しました。はいね、めちこ様、あ、これ庶民でも野外ご飯、うん、優雅に過ごせますね。時間も先ほど言っておられましたが、時間を気にせず、普段ほんまにもう時間でね、もう慌ただしく動きまくってます僕たちでございますしね、世の中のね子育て世代働いてる方々みんなそうでしょうね、きっとね、うん、ね、うん、贅沢な時間でね、しかも娘に、これ娘に作ってもらったカレーでお昼ご飯って、これ最高の贅沢ちゃうねえ、ただイネ花粉がちょっと来てますから、ね、さっきからおかしいくらいイネですね、イネ花が今はねもう伸び盛りでございますから。さあ、人参はどう切ってるのかな。いいですね、いいですね。怖いよ、慣れてくる、慣れてくる。カチャッと、その下のところはママがね取ってくれまして、さあもうすぐに人参も仕上がりますね。お、ママが来ました。だった、おお、その先っぽもねちょっと取るんですね。さあラスト、トマト、これトマトサラダと思ったらこれもカレーに入れるんですね。うん、なんかちょっと熟してたから、うん、あ、熟してる方法を持ってきたんですね。いや楽しみ、絶対美味しくなるやん。おー、どんなんだどんなんだ、おー、完熟、完、さすが美智子様の実家のトマト、キュウリは最高ですね、完璧ですね。はい、きれい。それでは野菜のカッティング完成。はい、どう、うわー、いいですね。さあ次は何いきますか、美智子様。次は、うん、お米まだ早い、じゃあもう家炊いとくか。でもこれお米、あ、ごめん、そうか、お米はこの固形燃料でいけるタイプやね。なんか膨らんで早いか、早いな。ほんなら次何いく、いく、じゃあ焼こう、焼きましょうか。これジュージュー炒めて、ああ、これね、カレーを作ってから、うん、ルー入れて、うん、その後これを、これをスキレットでジュージュー行く。オッケー、いきましょう。さあ行きましょう、タフマルに鍋がセットされました。これね、ひねるだけでね、お、ガスが、いや、大丈夫か、いけるかな。でこれ火をつけて、まず豚肉からですね。さあ火がつきました。油ないんでね、油、あ、油、そう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 ね、ないので、なんとかこの貴重な豚肉の油でいきましょう。